発はスロースターター乱調シュート回転で実質 A 級コントロール1、地球はコントロールが1以上下がらないので実質ない。藤波がスタミナ A ってほんまに試合見てんのかな、査定班。特能で死球ってないんか。藤波コントロール F もあるやん。シュート回転って赤得やったっけ、青赤じゃなかった、なんというかなんというかだな。草、極端で草。お前変わらんかったな。伸び B でええんか。ペナント回してほしい。どれくらいの成績になるんやろ。まだ評価高すぎる。なんでずっとスタミナ A なんだよ、先発で6に投げてないのに。昔160球とか投げとらんかったか。なんでキレがつくんや。いい加減能力の増減かしかしろや。大ランナー罰やろ。むしろ初回はまだいけるやんかい、追うごとにあかんくなってくるから、スロースターターとは逆やろ。藤波思ったより赤得少ないな、点点点。カットボール2の SFF1 でええやろ、スタミナも C。コントロール F もあるんだ。藤波はコントロール G でしょわら。コントロール高すぎやろ、ど真ん中にカーソル合わせたらストライクゾーンにバンバン投げられちゃう。コントロールがゲームの想定の外にいるからな。藤波は相変わらず、スロースターター、スタミナ A？ チームが弱いだけなのに負け運つけられるやつよりマシ。いつまでスタミナ A なんだよ、昔160球投げたからってずっと A なのかよ。藤波が石井和久よりコントロール E のは間違ってるのでは。藤波のコントロール F はコナミの優しさかな。藤波の盾甘すぎやろ。言うほどキレまるスタミナ A か。コントロールは G だし、スタミナも今だと C やればいい方じゃね。パワプロで藤波はどんな成績を残すか検証動画見てみたい。